両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。よろしくお願いします。ザ・ファーストラウンド、注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。さあ壁まで追い込んだ。どうなるどうなる。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。だいぶ有利な状況ですね。打つかすかすか、踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。狙いは良かった。まだ一心痛い。惜しい。投げ。さあここから壁から逃さないことを優先、徹底している。遠距離なのでひとまず飛び道具。投げには反応できている。画面端に追い詰めた。ここが大事。何か狙ってるんですかね。 KO。 ナイスナイス、かっこいい。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。マンステップ、飛んでいる。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。はい、スーパーアーツを使っていくが、狙いは良かった。まだいける。いや惜しいな今の。コンボでダメージを与えていく。壁に追い詰めた。チャンスになる。どうなるんですかねここから。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。逆転への長い道の頭上がガラ空き。チャンスアウト。スーパーアーツにゲージを使っていった。何これ、すごい派手でいいですね。スーパーアーツを決めて、ここはしっかりと倒しきる。お見事。負けることは誰にでもある。気にしないで次に行こう。いやー熱い戦いでした。次の試合もファイト。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。もう一回戦うんですね。頑張れ。弾で様子を見るか。さあラウンドはまだ序盤。ここからどう攻めるんですかね。投げ。どうだ。プレイヤー2、体力は勝っている。無理はせずに落ち着いていきたい。ここは投げの選択肢。どうするどうする。さあ試合は中盤。お互い体力はほぼ同じ。掴んできた。天才か。弾で状況に変化をつけるか。この端を生かしたい。グラップしっかり。距離は十分。両者どこから仕掛けるか。これはしゃあない。まあそういう KO。 決まった。どんまいどんまい、技は当たってるよ。なんかこう魂のぶつかり合い、敵のものを感じました。ターゲットコンボを叩き込む。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですかねこれは。はい、ここでバーンアウト。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。遠距離はタワーを打って静寂を破る。飛んでいる。さあここドライブラッシュで前に出る。ハザンシュ、中段で揺さぶる。慎重ですね。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいとこ。攻撃戦を打ち込んだ。勝負を決めに来たか。キャノンスパイクで読み勝った形。 SA 発動。そして何これ、すごい派手でいいですね。頭上がガラ空き。まだワンチャン見える。倒しきる。おお、しっかり倒しきりましたね。この負けに引きずられないように次が大事。面白かったです。2人ともマジお疲れ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。さっき負けた方も次はいける。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。どうなるどうなる。前だけで壁攻めを継続。いやどうだどうだ。打つか突かすか、踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。壁かっこと、ここで SA。 勝負をかけに来た。出た SA 技。大きな体力差がついた。この逆境届いた。決着ですね。気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ。勝負はまだこれからって感じですね。先ほどの動きをこのラウン
ウンドどう生かせるか。一瞬の油断が命取りですよね。飛び道具で牽制する。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。なんとかして触りに行きたいが間合い取りが絶妙。今のは悪くなかった。まあそういう時もあるよね。しっかり立ちガード。いいよいいよ、ナイスガード。これはカウンターになった。中足を見せて。いいよいいよ、繋いできた。投げが決まった。今の完璧。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。この感じは名勝負よ。名勝負。ああ、これはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。いやー強い、強すぎるよ。まだわからない。百裂脚で畳む攻めのドライブラッシュ。バーンとする。いやー頑張れ。さあ終盤、ブーター千載一遇のチャンス。何を仕掛ける。今のは効いてる。このスーパーザ通るか。なんかもうすごいことになってるよ。ここでカウンターを一つ。ここはどう出る。今のは悪くなかった。めっちゃ惜しい。ドンマイです。足を伸ばす。ここで球を打つ。ジャンプ攻撃は可能。ラッバーアウトする。チャンスあるぞ、ワンチャン。画面端、試合は大きく通らずフィニッシュ。おー、しっかり倒し切りましたね。勝負は時の運もある。次やったら勝てるさ。いやー、どっちも頑張っててナイスファイトって感じでした。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。まだまだ戦い足りないようです。序盤の主導権はどちらが握るか。どちらが先に仕掛けるんですかね。狙いはよし、次はいける。惜しい。投げは届かず。プレイヤー2、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。危険な状況になる。このスーパーアーツはどうだ。これが SA 技ってやつですね。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね。これは焦らずゲージ状況を見 KO。 綺麗に決まりましたね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。いやー、どうなるんだろう。受け止めつつ攻撃する。さあ近距離の攻め合い。そしてどうなる。さあ揺さぶりをかけろ。うまく投げていった。二人ともやる気満々だ。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。強烈な連撃を浴びせていく。この後もある。さあスピングバードキックが刺さる。いけるよ、集中集中。前に出るか、下がってもいいぞ。壁際を意識した攻防。ここで SKO。 ナイスナイス、かっこいい。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。いやー、熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。これはしゃあない。いや惜しいな今の。 SA ゲージがここでチャージ。中断、しかしさせない。いいよいいよ、ナイスガード。すごくに天才バーンと意図していたか。プレイヤー2、ドライブガード、うまく投げが通った。全然気が抜けませんね。逃げ場はなくなった。いや一気に来るんじゃないです。ここでフィニッシュ、決めてった。ナイス、負けを気にせず次勝った時に喜ぼう。そうやってみんな強くなった。めっ